アルデコスタは、イタリアパルマ出身のレーシングカーデザイナー。F1 のミナルディ、スクーデリア・フェラーリで、デザイン、開発部門の責任者を務めた。ミナルディ在籍中は、アルデコスタとも表記されていた。ボローニャ大学で、機械工学を学び、この間に、フェラーリチームの開発部門を取材し、F1 のサスペンション機構についての論文を表した。 1986年に大学を卒業。その後、カナダドル会社のアバースカンパニーで1年半ほど働いていた。1988年、27歳の時にミナルディに加入し、チーフデザイナーに就任。その後、同チームのジャコモカリーリの後を受けて、1989年から1995年までの長きにわたってミナルディでテクニカルディレクターを務めた。 1995年末にスクーデリア・フェラーリに移籍し、1998年からドリー・バーンの助手としてアシスタントチーフデザイナーを長く務めることとなる。2004年にバーンが第一線からの引退を表明した際にバーンはコスタを後継者に指名し、2005年にはデザイン、開発部門の実質的な指揮がコスタに任されバーンがデザイン、 開発部門のチーフを退いたため、2006年からは、正式にその責任者を務めている。2011年5月、モナコ GP 後にテクニカルディレクター職の解任と、フェラーリ市販社部門への移動が決定した。7月には合意のもとに、フェラーリから退社することも発表された。2012年より、メルセデス GP のエンジニアリングディレクターに就任することが決定した。 2020年より、ダラーラの CTO に就任することが決定した。アルドコスタ、フェラーリの市販車部門に、移動 F1-GATE.com2011 年6月2日付け、アルドコスタ、フェラーリを退職 F1-GATE.com2011 年7月21日付け、メルセデス GP、 アルドコスタとジェフウィリスの加入を発表 F1-GATE.com2011 年9月30日付メルセデスシンの立役者アルドコスタが離脱ダラーラ CTO に就任へモータースポーツ .com2019 年9月10日付ありがとうございます